ここコーヒー屋さん瀬戸内なんとかなんとかなんとか読めないな、漢字早く早く教えてください先生。あ、そうなんですか。エブリで来ると思った。みんな ここは一角うちらのグループなんですよ。あ、そうなんですね。そうそうそう。どこにおるもうちのメンバーなんやけど。あ、そうなんですか。こっちの方が海際で。あ、じゃあちょっとそっちの方に。不思議ですね。父ちゃんもさっぱりわからんの。なんか知らんとらんです。ってことみたいだね。ジャケ。呼ばれたんかな、ここに。なんか、しっかりような気がするんだけど。あ、シーン降りてごらん。いやー、どうかね。なんか、お母ちゃん、夢で見たことあるような、なんか、行ったことあるような。あ、どうも、こんにちは。こんにちは。あ、初めまして。やっと会えた。やった。よかった、会えた。あ、お客さん来たよ。カニさんがどこか分からなかったんですよ。カニさん、あそこでもうお酒飲んで。あ、もう飲んでるんですか。カニさんね、海で遊んできたんやこれ、ニャンタンさんのあの T シャツ、まさかチョムスは。チョムス、あのバンボノさんの。そうそう。一緒に行くよね。カサギも一緒だよね。でもカサギもあんまり一緒だよね。違うの見て。今はこの辺を回ってるんですか。いや、今日遊びに来てくれた。今日ただ、はい、来ただけです。山口から、はい、山口どこなの。山口の岩国っていうですね。あ、じゃあまだ聞いた気あるのとこ。そうです、広島、もう本当広島寄りですね。山口もあの下関から来たっていうのと岩国から来たのと全然違いますからね。山口も広いですね。うまいとしたらいつも島行くんで。あ、そうなんですか。だいぶ遠いでしょ。遠いです、遠いですよね。出てるからプリントアウトして見てやって並べてるじゃないか。ネタウチ最後の1個、最後の1個頑張ってバカーン。ちょっと帰ってねーと持ってこよう。すごいじゃん。すごい抱っこできたね。はいよ、食べなさい。俺も食べたい。俺も食べたい。うん、グミ食べよう。俺グミ食べたい。みなさん、こんにちは。キャラメルちゃんです。今日はニャンタンチャンネルさんとキャンプをします。イエーイ。はい、今日はですね、四国の香川県の、浦島オートキャンプ場というところに来ました。初めて来たよね。うん。よいしょ。持ったら持ったらちょっと出ちゃったからこれを食べよう。うん、うん、おいしい。じゃあこの氷を食べて。氷だけよりかき氷の方がいいんだ。はい、OK、 OK、 OK よ。はい、これ僕の。ありがとう。はい。よいしょ。湯気がすごい。おやつ入ってる。うん、なに？ミルクあるよ。この椅子？椅子とテーブルか。あのキャンプ系の YouTube で絶対見んやつやけど。そうやね。そうじゃね。
たい。どうだった？どう？おいしい。めっちゃおいしいうどん。昔こればあちゃん家で食べたら失敗って言ってたわ。酸っぱかった？昔冷蔵庫の中入ってた。なに？ちゃんと持ってきなさいよ、しゃもじ。どう？雨だったもん。ウォーク、返事は？はい、大きい声で、はい、やめなさいよ。まだ大きい声出さないで。わしはおじさんです。ちょっと味離れてる。うん、よかった。ちょっとどうした？あの配信でカニパンマンが。カニパンマン、カニです。あー、どうもお久しぶりです。カニさんよね？カニさんです。あ、どうも。見せて見せて。お久しぶりです、カニさん。よし、これぐらい。これで散ったら違うじゃろ。ふーちゃん、開けてみて、これ。まだまだ沸騰してないけど、ちょっと僕ちょっとどいとるね。まだまだ。はい、こちらは、へえ、うぐい散っとった。何だか、もちろんに。ビール、ビールサラダ。照明いりますか？これちなみに どうやって点火するんですか？あ、なんかすごいもん持ってきとる。昔キャンプしてる時のこれだけは捨てずに置いてたんです。それただの木ですか？これですか？これ違います。これ着火剤？はい。あの、文化焚き付けって言ってガス、あの、ガソリンが入ってる。あ、でも確かになんか匂う、うん、めっちゃ思いますよ。僕これ火をつけてくれるって。僕ちょっと前誕生日だったじゃん。お、18日ですか？お、近いじゃないですか。あ、誕生日近いってほら お兄ちゃんに聞いてごらん。誕生日いつか？お兄ちゃん明日だぞ。明日だって。僕はもう終わったね。あ、着いた。スウェーデントーチという名前だけは知ってるんですかね。僕行ってんすか？はい、どうぞ。押して。主人公が。おお、すげえ。すごい。冷凍しましたこれ。こんな一瞬でつくもんですか？これがすごいんですよ。これがすごいんです。あ、じゃあどうぞ。え？開けてますけど、よかったら使ってください。え、ほんまですか？いいんですか？あの袋なんか入れた方が匂いが良くないんで。にゃんたんはもうあれや、あのフェザーでつけれる。あ、ない。あ、それすごい。わー、すごい。こっから火がちゃんと映ってくれたら、うん、いいんですけどね。そうそう。わわ、誕生日おめでとう。ありがとうございます。いいじゃん、雨がすごい。雨がすごい。雨が急にすごい。急にすごい雨降ってきた。綺麗なんや、これ。これにゃんたん経由でください。かのちさんまで全部回りました。あの、太郎ちゃん、太郎ちゃん、太郎さんのやつでさ、はい、ありがとうございます。ごめん、あの、もうこれぐらいしかしてあげれんかったけど。ありがとうございます。今日のキャンプ自体もめっちゃ楽しみやったんですけどね。誕生日キャンプっていう、そこにかのちさんまで来てくれたね。誕生日誕生日やから、わざわざ山口から来てくれたね。そうそう、YouTube 見よる人が来たって。なかなかないで。黙ってましたからね、私も。黙ってました。黙ってました。転がせようと思って。す
ごい。すごい。僕も誰がいるか一切分かんないのに来ますから。カサギの時もなっちゃんおるよって言ってないですから。あ、言ってないんで。で、このお兄ちゃん今日お誕生日やから、お誕生日の時でケーキにろうそくさすやんか。ケーキ缶を忘れたけど、これで我慢してもらったん。でも誕生日のケーキもらうよりこっちの方が嬉しいですよね。キャンパーはね、こんな大きいね、ろうそくないですもんね。ない。人生初ですもんね、こんな。これって2時間ぐらい燃えるもんですよ。まあ、風によると思うんですよ。風によるんと乾き具合によると思うんですけど、2、3時間ぐらい。これ結構燃えますよね。うん、ただこれ毛がちょっと5センチ太くなっただけでも朝まで燃えんとか。あ、5センチだけでそんなに、ね、もう全然違います。本当なんかちょうどいい感じの火ですもんね。ここでもう料理したら多分美味しいと思います。よし、じゃあ行ってみようか。気をつけてよ。走ってるよ。砂があるで落ちてくよ。気をつけてよ。これご飯にしてあげようか。海軍ガイド。気をつけてガイドに行く。市内すごい市内があるのがすごい。あ、すいません。みんな教えてあげて。まっすぐまっすぐまっすぐ。何が誘導する？まっすぐ行って、まだまだまっすぐ行って、まっすぐ行って、まっすぐ、あ、右右右右、そこそこ、はい、行って、めっちゃ目に出る。せーの、で、たたけ、いけいけいけ、いこう、せーの、当たったけど。次の人、次の人、はい、まっすぐ、ああ、過ぎた。危ないよ、そこ、近かったら、そこ、そこ、おーい、来たよ、もうちょっと左、左向いて、左左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 俺やったことあるよ、 YouTube で見たことある。左左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 、それや、これそれや、あ、当たった、当たった。せーの、では、右右、もっと右、もっと右、もっともっともっと、あ、まっすぐ、左左左、ちょっと左、ちょっと左、ちょっと左、左向いて、左向いて、左向いて、一歩下がる、一歩下がろう、思い切り行こう、おお、割れた割れた割れた、すごい、まず一発、ガニちゃん割れた、さすが、あと、さすが剣道部、剣道部、剣道部ちゃーな、あと、よし、すげー、ちょっと待って、一歩、何した。フライ系怖かった。怖かった。足が、足の力。どうしたん、僕怖かった？怖かったもん。上手にできたのね、僕もね。楽しかった。楽しかった、よかったね。何？ありがとうございます。あ、すみません、ありがとうございます。え、みんなありがとうって。父ちゃん、そこの人、家のところやろ？うん。